人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百基浮かび、人々はその円筒の内壁を大地とし、子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079。地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。国力で劣るジオン軍はミノフスキー粒子による電子機器の撹乱と有視界戦闘で絶大な威力を発揮する人型機動兵器モビルスーツを組み合わせた戦法により、圧倒的な物量を誇る連邦軍を翻弄した。その結果、開戦から1ヶ月余りのわずかな期間で人類は総人口の半数を失うこととなった。長期戦を望まないジオンは進軍の手を休めることなく、電撃的に地球降下作戦を決行。地上の各拠点を瞬く間に制圧し、その勢力を拡大していった。しかし伸びきった戦線を維持することは難しく、戦争は膠着状態に入り、半年余りが過ぎた。ここに至り、初戦の大敗からの立て直しに成功しつつある連邦軍と、慣れない自然環境に翻弄され心身ともに疲弊し始めたジオン地上部隊との戦いは新たな局面を迎えようとしていた。宇宙世紀0079。ブリティッシュ作戦ルーム戦役を経て連邦を無条件降伏させる目論みに失敗したジオンは地上への直接侵攻を開始。俺と親友のクラウスは第二次降下作戦に参加。第二地上機動師団の補助部隊員として地上に降り立った。電撃的に実行された侵攻作戦は主だった資源採掘地と軍事拠点の確保をもって収束。俺はその間に増援として地上に降ろされた MS 小隊の小隊長に任命された。各方面軍の直接管理下から離れ、便利屋として各地の小競り合いに駆り出される日々。長らく膠着状態だった戦局に一石を投じる連邦軍の不穏な動きが感知され始めた頃、損耗した我がブラウアー小隊に補充要員として新人のオペレーターと古参のモビルスーツパイロットが配属されてきた。内容を確認してください。作戦説明は以上です。俺がこの小隊の隊長、レオ・ブラウアー少尉だ。よろしくな。クラウス・ベルトラン総長です。主に部隊の運営面、事務的な部分で隊長をサポートしていますが、本職は MS パイロットです。隊長と副隊長ってわけだな。俺はトルド・ボブロフ軍曹、開戦以来の叩き上げの MS パイロットだ。まあこれからよろしく頼むぜ。そりゃ心強いな。よろしく頼むぜトルド軍曹。自分はアン・フリーベリー二等兵です。地球は初めてで、実戦も初めてで、 ご迷惑をおかけしますが、これからよろしくお願いします。よろしくなフリーベリー二等兵。君の戦闘オペレーターとしての適性はとても高いと聞いている。期待してるぜ。まあまずはもう少しリラックスしてくれ。ブラウアー隊で硬いのはなしだ。レオ、最初から規律を乱すようなことを。もう少し隊長らしく威厳を持ってだな。まあまあクラウス、そう硬いこと言うなよ。戦地では部隊は家族みたいなもんだろ。家族か。隊
長、私精一杯頑張ります。いいね若いってのは。気に入ったぜ隊長さん。俺もせいぜい頑張らせてもらうとするかね。ああ、トルド、アン、頼んだぜ。さて、新生ブラウアー隊の初任務だ。各員、出撃準備。了解。了解。作戦内容の最終確認です。ブラウアー隊出撃です。アンはエリア外でオペレートを頼む。さて、連邦のザゴどもを蹴散らしに行くぜ。補給手続きも最近は面倒なんだ。あまり油断して MS を壊すなよ。皆さん気をつけてください。敵戦闘車両接近、気をつけてください。戦車なんぞに MS が遅れを取るかよ。敵哨戒機ディッシュを確認。敵の目を奪うため撃墜してください。敵が集まる分には歓迎だけどな。ま、輸送部隊に迂回されても困るしな。見かけたら落としてやるよ。そこだ。行け。食らえ。なんずに MS が遅れを取るかよ。そら。目標が作戦エリアに接近。各員、対空警戒を強化してください。了解。レオ、トルド、目先の敵だけに目を奪われないようにな。分かってるって。来たりとも逃がさねえよ。さて、どんなお宝を運んでるのかね。別任務で移動中の友軍が一時的に支援してくれるそうです。ゲリラへの戦い方見せてやる。おお、ランバラル隊だぜ。こりゃ心強い。ラル隊、支援感謝します。そちらの任務に支障がないところで引き上げてください。おお、分かっている。エリア内に侵入。目標への攻撃を続行してください。目標あと少しでいい。なんだ、MS だと。残りの攻撃目標も消耗データなし。
ップ我が軍のモビルスーツではありません。まさか最近噂の白いやつか。動きを見れば分かる。あれはそれほどのもんじゃないぜ。とにかくやるしかないぜ。エリア内に侵入。目標は確実にダメージを受けています。あと少しでも目標の破壊を確認。目標への攻撃を続行してください。目標はあと少し。攻撃目標指定数の破壊を達成。撃ちすぎかよ。武器はまだあるぜ。まずいぜ。やりやがる。脱出する。あとは頼んだぜ。こいつにするか。攻撃目標がエリア内に侵入。負け、やられてた。これなら大胆だろう。ここは任せるぞ。十分です。ありがとうございます。ランバラル隊員の機体、戦場を離脱します。よし、あとは俺たちだけでやるぞ。目標への攻撃を続行してください。目標の破壊を確認。目標への攻撃を続行してください。目標の破壊を確認。全ての目標の破壊を確認。任務達成です。皆さんお疲れ様でした。やれやれ。まさか連邦 MS と遭遇するなんてな。さすがに焦ったぜ。敵もいよいよ実戦配備の段階まで来たか。まだまだ素人同然だ。これから先はどうなるかわからんがな。とにかく任務終了だ。ブラウアー隊、これより帰還する。